アウェーで買ってきて、前世じゃないな前回のホームでベルギーに負け、なんか後味悪いというか、まあ、やっぱホームで勝ちたい気持ちが強いんで、今日はしっかりアウェーで勝ってきた流れでホームで勝ててよかったです。気候の問題で、湿度高くて、まあ、なかなか、コンディションいいっていうか、キレはないかもしれないですけど、まあ、でもどのチームと対戦するにしても、走り勝てないといけないと思うんで、まあ、気候は抜きにしてやっぱ相手より走りたいと、走って勝ちたいと思います。やっぱり今日は、まあ、後ろからの、まあ、つなぐ意識っていうか、まあ、つなぐ意識でポジションもしっかりみんな取ってたんで、はい、回しやすかったっていうのはありました。ポジション取ることで、まあ、相手もつかみにくい状況が出てくると思うので、そういう、まあ、相手の間で、まあ、ギャップを使って今日はうまく外せていけたなっていうのが、はい、あります。まあ、やっぱり、サッカークラブである以上、そういう、まあ、いろんな人たちに、夢とか希望を与えられるような、存在でありたいと思ってます。これからも、来てもらえるように一試合一試合頑張っていきたいと思います。